不遇の時代を耐えて粘り勝ちで存続した名家。皆さんこんにちは。今回の歴史の細道は、不遇の時代を耐えて粘り勝ちで存続した名家について紹介していこうと思います。小笠原流礼法を伝える小笠原氏。小笠原流礼法は室町時代に完成された武家の礼法が元となっており、現代まで受け継がれています。武家の礼法というだけあって、立ち居振る舞いの礼法とともに弓術や馬術を伝え、戦国や江戸時代を通して大名や将軍家からも尊重されました。この礼法を連綿と伝えてきたのが小笠原家ですが、長く続く家の常として、時には不遇な時代を送ることもあります。信濃の国の守護で、そのまま戦国大名となった小笠原長時もそんな一人です。長時は信濃林城の城主で、小笠原流弓馬術礼法の宗家を継承し、村上義清や諏訪頼重、木曽義康とともに信濃四大将の一人に数えられています。宗家継承者だけあって、弓や馬の個人技には優れた勇猛な武将だったようですが、残念ながら実戦では振るいませんでした。部下をまとめ指揮する能力に問題がありました。天文19年1550年の武田晴信の信濃侵攻で領地を奪われてしまい、信濃小笠原氏は没落しました。その後は当主長時をはじめ、一族は越後の長尾景虎を頼ったりしながら京都へ流れていきます。この間に長時は隠居し、三男定義に家督を譲りました。領国を追われ流浪の日々を送る小笠原流宗家を継いでいるのですから、長時には武士を捨てて礼法の師範として生きる道もありました。しかし長時は大名としての復帰を諦めませんでした。時には摂津の国芥川山城主三好長慶を頼り、時には細川家19代当主秋元に馬術を指南したり、また室町将軍足利義輝には弓法を教えたりして時を過ごします。このようにして苦節30年、天正8年1580年ようやく長時に復帰の機会が巡ってきました。織田信長に信濃の旗頭として迎えられます。これは名義上のもので、小笠原の加盟に目をつけた信長に利用された形ですが、公家衆の一人として京都お馬揃いに参加できました。その後会津の芦名守氏に招かれ客分として投入。小笠原流軍法に通じた軍師として戦略面で芦名氏を支援し、結構な厚遇を得ました。けれど良い時は続かないもので、天正11年1583年2月25日、長時は些細なことから家臣に殺害されてしまい、享年70歳で会津で亡くなりました。数正出奔のとばっちりを食うも、家康のもとに舞い戻る定義。三男の小笠原定義は長時の会津行きには同行せず、織田家にとどまっていましたが、本能寺の変の後は徳川家康に臣従します。定義は家康や小笠原旧臣に助けられ、信濃の深市城を奪い返し松本城と改名します。これを大名復帰の足がかりとしましたが、その際嫡男の秀政を人質として差し出し、秀政は家康の宿老石川数正に預けられました。天正13年1585年、その数正が豊臣秀吉のもとへ出奔する事件が起こります。この時秀政が一緒に連れ去られてしまったのです。嫡男を奪われ定義も仕方なく数正と共に秀吉に臣従することになりましたが、5年後には今度は秀吉の怒りを買って秀政を連れて家康のもとに舞い戻りました。このごたごたは家康の心象を悪くしましたが、
なんとか復帰が叶い、その後も定義は徳川に仕えます。家康関東入りにも従い、秀政に下総が3万石が与えられます。それどころか家康の孫娘が秀政に嫁ぐなど、徐々に信頼も回復しました。定義は小笠原家の大名復帰を見届け、秀政に家督を譲り、文禄4年1595年に50歳で亡くなります。その後も続く小笠原家、元和元年1615年の大阪夏の陣では、徳川家への感謝と忠誠を示す機会とばかりに、小笠原家は先鋒として一歩も引かずに激しく戦います。秀政や嫡男の忠長が戦死するなど大きな犠牲を払いましたが、忠長の弟忠真は傷を負いながらも生き残ります。家康は小笠原家の戦いぶりを褒めて、忠真は豊前小倉15万石に加増違法されました。その後代々小倉藩主を務め、明治維新後は伯爵家として華族に列し、現在も小笠原流礼法を伝える家として存続しています。もう一つの名家、鎌倉久保家とは、室町時代の初め、京都に本拠を構える室町幕府は、関東10カ国を治めるために鎌倉の浄明寺に鎌倉府を設置します。この長官を鎌倉久保と呼びましたが、正式な役名ではありません。関東10カ国とは、阿波、上総、下総、常陸、武蔵、神津家、下野、甲斐、相模、伊豆のことです。初代久保は足利尊氏の嫡男、2代将軍の足利義昭の弟元氏が就任し、鎌倉に下校、以後その子孫が世襲します。最初は協力関係にあった室町幕府と鎌倉府ですが、次第に京都の幕府と対立するようになります。血筋的にも将軍家に身を取りせず、京都の幕府が危うい事態に陥ると取って代わろうとするような態度に出ました。久保の補佐役の関東管領上杉家とも対立するようになり、何度か京都へ攻め上ろうと挙兵も企てています。とうとう永享7年1435年第4代鎌倉久保の持ち主が動き始め、関東管領の上杉憲実を暗殺するとの噂まで流れます。一旦は両者和解するも、永享10年1438年争いは再燃。持ち主の軍勢に追われた憲実は京都の幕府に救援を求めます。室町幕府6代将軍足利義教は持ち主討伐軍を送り、これを撃破。近臣たちも自害し、追い詰められた持ち主は剃髪して許しを乞います。結局幕府はこれを許さず、永享11年に持ち主は嫡男義久ともども自害させられ、鎌倉久保家は一旦断絶します。一筋の血筋をつないだ久保家、この一連の騒動を永享の乱と呼びますが、持ち主の次男春王丸と三男安王丸は北関東に勢力を振るう結城氏朝のもとに逃げ延びました。この乱のあと、将軍義教は自分の子を鎌倉久保として送り込もうとしますが、これに反発したのが結城氏朝、持朝父子です。先代の久保様の血を引く男子がここにおられるではないかと、持ち主の意地を押し立て、室町幕府に反乱を起こします。永享12年1440年に起きた結城合戦ですが、この戦も幕府軍の勝利に終わり、氏朝、持朝父子は討ち死に、春王丸と安王丸も京都へ送られる途中で殺されます。持ち主の血はこれで途絶えたかに思われますが、彼にはもう一人息子がいました。後の足利重氏となる永寿王丸です。永寿王丸は信濃の地で養われており、
合戦に加わっていなかったので助けられました。公方様が並立。この後鎌倉公方は10年ほど不在となりますが、嘉吉元年1441年、将軍義教が殺害されると、幕府は関東の安定を図るため重氏を鎌倉公方の座につけます。せっかく公方になれた重氏でしたが、父の仇上杉家への恨みを忘れていませんでした。享徳3年1454年、重氏は上杉家の当主範忠を討ち取り、新たな紛争の種をまきます。幕府から追討軍が送られると、重氏は下総古賀に本拠を移し、古賀公方を名乗りました。これに対して幕府は八代将軍義政の弟正友を鎌倉公方として送り込みますが、関東の地は混乱しており、鎌倉まで行きつけません。仕方なく手前の伊豆の堀越でとどまってしまい、堀越公方と呼ばれます。公方様の両立は新たな火種となり、上杉家や関東各地の武将が双方に味方をし、以後30年間抗争が続きます。応仁の乱勃発。北条、豊臣、徳川と目まぐるしく変わる支配者。応仁元年1467年、応仁の乱が始まります。鎌倉どころではなくなった幕府ですが、乱の終了後、重氏は改めて鎌倉公方の地位を認められ、堀越公方は伊豆一国の領有に止められます。しかし長い戦乱で力を使い果たした重氏は鎌倉へ戻ることなく、明応6年1497年、古賀の地で64歳で亡くなります。重氏の死後、息子の正氏はその子高本と不仲になり、その気に乗じて高本の弟義明がお弓公方を名乗り自立します。この後は新興勢力北条氏が堀越公方を滅ぼし、関東の大部分を支配します。やがて豊臣秀吉が関東を平定、名家足利氏の断絶を惜しんだ秀吉の計らいで、古賀公方家の末裔足利氏姫がお弓家に嫁ぎ、公方家は統一されました。天正18年1590年に下野の国喜連川に3500石400貫の所領を与え、喜連川家が誕生します。家康は足利将軍家に連なる喜連川家を重んじ、代々幕府もその姿勢を受け継ぎ、喜連川家は無事明治維新を迎え、子爵に列せられました。最後まで動画をご覧いただきありがとうございます。今回の歴史の細道はいかがでしたでしょうか。これからもワクワクするような歴史の動画をお伝えできればと思っております。もしよかったらチャンネル登録お願いしますね。こちらの松尾芭蕉のボタンを押していただければ登録画面に飛びますので、どうぞよろしくお願いいたします。またよろしければこちらの動画もご覧いただければと思います。